そうだな。今日初めて、やっと Windows で360度動画を作ることができました。初めてですね。このコダックくん。なので、これと今3台持ちですね。これめっちゃやっぱり強いです。防水だし、もうタフだし、雪でも温度がどんなに下がってても使えます、これ。ですね。で、コダックは360度なんで買ったんですけど、ちょっともう Mac で編集できないんで、ちょっとずっと放っといたんですけど、YouTube にアップしたら、ここで、こんな感じで見れると。今 YouTube 対応してるんで、360度動画に。まあ、ちょっと面白いんで、こいつも、やっぱり、この子も、今後、いろいろと山に持っていこうと思います。三台持ちですね。ソニーが、どっちかというと、ベースキャンプとか地上、やっぱ音がいいんで、はい。そんな感じ。